はい。それでは線形台数1平面空間ベクトルということで、えー、平面における直線や空間における直線平面について解説していきます。まずベクトルですが、ここまではベクトルをこのような記号で表していました。矢印を使って表しまた成分は横に並べ,て並べて表していました。これからはベクトルは主に太字で表したりまた成分は数ベクトルと言われる縦の形で書いた このような形で表していきます。次に点とその位置ベクトルを同一視して、平面上の点二三、空間の点一二マイナス一とベクトルを点のように表現することがあります。次にベクトルの内積と長さについておさらいしておきます。u と v の内積の記号はここまではドットで表していましたが。 これからは u, u, v というふうふに表します内積はもちろんこのような式で成分で計算されるわけですが長さはベクトル v の長さは v と v の内積のルートという形で計算されます。また u と v が直行しているということは u と v の内積がゼロであるということで条件付けられるわけですね。さらに内積は 入れ替えると等しいとか、定数倍したものは内積の外に出て、3倍の U と V の内積は U と V の内積の3倍であるとか、ベクトルの和は内積の和,和との内積は内積の和になるなどの性質があります。次に、高校の復習として平面の直線をおさらいしておきましょう。直線 3X プラス7はイコール1とベクトル37の関係は何だったでしょうか。 平行もしくは垂直垂直だったわけですね直交するわけです実際点 P というのをマイナス -21 とするとこれはこの直線を通るわけですがこの -21 を通って N イコール37に直交する直線を L とすると L 上の点 XY は X-P が N と直交するという条件で特徴付けられますしたがって内積が0になるので 内積の性質を使って nx=np と表されてこれを成分で計算すると 3x プラス7はイコール1となります。すなわち一般にベクトル ab に垂直な直線は、A、x プラス b=k イイであるということが分かるわけです。n は方線ベクトルと言われ k=np は通る点 p の取り方にはよりません。実際 P と P ダッシュを通る2点とすると P、P P ダッシュは n と直交しますので、NP イコール NP ダッシュとなって、k の値は P の取り方によらないということが当然わかります。このように直線は平面における直線の方程式はベクトルとの直交性から得られるということがわかります。